トモズ管理栄養士の西田です。日差しが強くなってきたこの季節、紫外線対策はしていますか？今回は紫外線対策におすすめのジャガイモとトマトの重ね焼きをご紹介します。皮を剥いたジャガイモを耐熱容器に入れてラップをかけ、600ワットの電子レンジで3分間加熱した後、裏返しさらに2分間加熱します。加熱したジャガイモは5ミリメートル幅に切ります。熱いので十分に気をつけてください。トマトはヘタを除いて5ミリメートル幅の半月切りにします。耐熱容器の内側にバターを塗り、じゃがいもとトマトを交互に並べて塩を振り、チーズを散らします。オーブントースターで12分焼き、パセリを振って完成です。ぜひ作ってみてくださいね。紫外線対策に効果的なビタミン C は加熱すると壊れやすい特徴がありますが、じゃがいものビタミン C はでんぷんに守られ壊れにくいので加熱しても大丈夫です。加熱する際は電子レンジを利用すると加熱時間が短くて済むため、炒めるよりもビタミン C が壊れる量を抑えることができます。美味しいレシピで体の内側からも紫外線対策をしましょう。以上、管理栄養士の西田がお届けしました。